まずは、そうだな。白狼を探すか。あれ、あいつは今どこにいるんだ？確か、朱雀門で別れた時、決戦に備えて、妖刀姫と竹林で修行すると言っていたが。そうだな。まずは、そのあたりを探してみるとしよう。おい、そこの鬼ども。少し聞きたいことがある。ん？このあたりで、弓を持った白い狼さんを見かけませんでしたか？あと、大きな刀を持ってる女の子も。え？白い狼？大きな刀を持った女？あんたら、あいつの仲間か？仲間というか、お知り合いというか。あ、生命様からすると、ご主人様ですかね。ご主人様？命だけはお助けを！よくわからないけど、ものすごく怖がってたね。大方、つまらない悪さをして懲らしめられたとか、そんなところだろう。いずれにしても、この近くに白狼たちがいる証拠にはなったな。そうですね。もっと話を聞いてみましょう。ねえ、そこのあなた、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ごめんなさい。お金は持ってません。だから見逃してください。言ってしまいました。なんだかひどく怯えてるようでしたね。白狼のやつ、相当大暴れしたらしいな。白狼さんはあんなか弱い女の子をいじめるような方じゃないと思います。そうよね。ましてやお金を取るなんて絶対にありえない。それには同意だ。追いかけて話を聞いてみるとするか。おいチビ、この俺様にぶつかっといて詫びもなしとはいい度胸してんじゃねえか。ごめんなさい。今さら遅いんだよ。なあ、骨が折れちまってるじゃねえか。治療費払いやがれ。でも私、お金は。別に誰でもいいんだよ。てめえが持ってねえなら親でも友達でも。ごめんなさい。兄貴、こんなところで何やったんだい？ああ、ちょっとこのチビに礼儀ってもんを叩き込んでやろうと思ったよ。面白そうじゃねえか。俺らも混ぜてくれや。すぐには殺さねえよ。たっぷり痛めつけてからゆっくりと息の根を止めてやる。やめて。何？やめて。なんてやつだ。三匹を一気に。生命様はご存知だったんですか？この子が強いって。気の感じでな。負けるはずはないと思っていたが、想像以上だった。見かけによらないのね。いいんです。それより話を聞いてください。私たち人探しをしてるの。何か知ってたら教えて。人探し？そうだったんですか。ごめんなさい。外を知らずに私いきなり逃げちゃって。でもお役には立てないと思います。だって私知ってる人とかあんまりいないから。どうやら見た目通りものすごく弱気な性格の方のようですね。そのようだな。
もったいない話だが、この調子じゃ白狼や妖刀姫たちのことを聞いても無駄だろう。白狼？妖刀姫？ええ、弓と刀がとっても上手な女性の方ですけど、知ってるはずないですよね。知ってます。え、びっくりしました。白狼さんって弓が上手で顔が綺麗で体も引き締まってて凛しい狼さんですよね。妖刀姫さんもやっぱり凛しくて、そしてとても強い女の人、私知ってます。どうやら当たりのようだな。もしかして今どこにいるのかも分かったりします？もちろんです。あの方たちのことなら他にもいろいろ知ってます。何でも聞いてください。お前名は何という？はい、ホタルグサって言います。そうか、ではホタルグサよ。我々は白狼と妖刀姫に用がある。よかったら案内してくれないか？え、案内ですか？ごめんなさい、それはちょっと。できないのか？はい。お前は白狼たちの居所を知っているのだったな。七角山に鬼退治？聞いたことない山だけど、誰か知ってる？あの、そのお話なんですけど、やっぱり私に案内させてもらえないでしょうか？そうしてくれると助かる。不思議ね。山を登り始めてかなり経ってるけど、一向に妖怪が現れない。確かに変です。白狼さんたちは鬼退治に来たはずなのに。どこかに巣のような場所でもあるのかな？いや、そもそもこの山には鬼の気配そのものがひどく少ない。ささ、皆さんこっちですよ。こっちから白狼さんたちの匂いがします。貴様らに恨みはないが、お命ちょうだい。あった、また雑魚どもか？いいえ、さっきの鬼たちよりずっと統制が取れてる感じですよ。まさか生命の命を？ち、迎え撃つぞ。驚かせやがって。いきなり襲いかかられてびっくりした。大したことない相手だったけど。でも今のが生命様に恨みを持つものだったとして、どうしてこの場所が分かったんでしょう？そういえばそうね、この山に来ることになったのはさっき決まったばかりなのに。あっ、こっちです。白狼さんたちこっちにいます。おいおい、あとどれくらい歩かされるんだ俺たちは。本当にこの山にいるんだろうな。どうも疑わしくなってきたぜ。ええ。どうしたいぬころ、考え事か？はい、あまり考えたくはないんですけど。皆さん、少しだけお耳を拝借させてください。ホタルグサさんのことなんですが、ちょっと怪しいと思いませんか？まず、ホタルグサさんは琥珀たちが白狼さんの居場所を探しているところに都合よく現れました。そしてこれまた都合よく白狼さんの居場所を知っていて案内すると言ってくれました。都合が良すぎるってこと？
私たちにとって。それに鬼退治に来たはずの山には鬼の姿がほとんど見当たりません。さっきの鬼たちは最初から生命を狙って襲ってきたわけだから、この山の鬼じゃないしね。となるとこれまでしこたま山登りをしてきたのに、この山の妖怪には一匹も出会ってないということか。偶然にしては出来すぎだと。つまりお前の言いたいことはこういうことか。ホタルグサは罠にはめるために白狼たちの居場所を餌にして俺たちをこの山に連れ込んだ。はっきりそうだとは言い切れませんが、前にも騙されそうになったことがありましたし。なるほどな、よくわかった。だが言い方がまどろっこしいんだよ。そんなものは本人に直接聞いてみればいいだろ。え？おい、ホタルグサ。はい。お前と白狼の関係は、そもそもお前は何者なんだ？それは、その、逃げたぞ、おい！あれは、白狼さんと妖刀姫さん。しかし、何かしらの術で拘束されているようだ。あのままでは身動きが取れんぞ。ということは、やっぱり。白狼さん、妖刀姫さん。来てはなりません。ダメ、逃げて。現れやがったか。正面切って来られた方がよほどすっきりするぜ。来るぞ。大丈夫ですか、お二人とも。お怪我はありませんか？はい、なんとか。ありがとうございます、広政様。生命様も、この借りは必ず返すね。なに、いいってことよ。これでじっくり、あいつを問い詰められるからな。お前たちにしては迂闊だったな。こんな小さな鬼にしてやられるとは。何のこと？このホタルグサとかいう悪鬼にそそのかされてここに来たんだろ？いえ、そうではありません。私は自分の意志でここに来たのです。私も一緒、白狼の手伝いで来た。何？このホタルグサさんのことはご存知ですよね？いえ、会うのは今日が初めてです。はい？私は先ほどの悪鬼を退治するためこの山に入ったのです。この辺りに住んでいたかなりの鬼が奴の餌食になったと聞いています。記憶を失う前の生命様に封じられたのだけど、都の騒動で封印が解けたみたい。その話を聞いて二人で退治しに来たの。注意を払いつつ山に入ったのですが、隙を突かれて拘束されてしまったのです。未熟ですね、私たちは。まだまだ修行が必要なようです。じゃあ今回の一件にホタルグサさんは関係ないってことですか？私たちが知る限りはそうですが。白狼に面識がないとなると、こいつは何かしらの方法で白狼の居場所を知ったということになるな。それはそれで謎が深まります。白狼さん。はい。私をおそばに置いてください。ホタルグサさん、今なんて言っちゃった。どうしよう、恥ずかしい。そばに置いてほしいと言ったのですよね。ホタルグサと言ったよね。今の発言は本心なの？はい、これが私の本心です。ずいぶん唐突ですね。私はあなたと会ったこともないのに。覚えていませんか？私、
白狼さんに命を助けていただいたことがあるんです。私に命を？はい、私はずっと昔からこの近くに住んでいます。以前小川に水を汲みに行った時、さっきの悪鬼に襲われてしまって、もう少しで危ないというところを白狼さんに助けていただいたんです。ああ、そんなことがあったのですね。すっかり忘れていました。ごめんなさい。いえ、とんでもない。その時に見せていただいた華麗な弓さばき、本当にすごいなって。それに弓を引く時の凛々しい横顔に程よく引き締まったお体の曲線、あとあと控えめなお口から発せられるそのお声と勇ましいお言葉の数々、ああもうたまりません。素敵すぎます。こんな風に気がついたら、私寝ても覚めても白狼さんのことを考えてしまって、おそばで学ばせてもらえたら、こんな私でも少しは立派になれるんじゃないかって。つまり蛍草さんはずっと白狼さんに憧れていたんですか？はい、でもなかなか言い出せなくて。この山に鬼退治に来られたと聞いたんですけど、自分がまた襲われたらどうしようって思って。そんなところにたまたま私たちがやってきたってことなのね。はい。うわー、さっきの巨大悪鬼。バカな、仕留めたはずだぞ。蘇ったというのか。私が敵を引きつけます。その隙に生命様たちはお逃げください。ホタルグさん、あなたも生命様たちとお逃げなさい。そんなの嫌です。白狼さんを見捨てるだなんて。ホタルグさん、決めました。私白狼さんについていきます。そして何があってもお助けします。この力は。どっか行ってください。気がひるんだ。今なら行けるかも。分かっている。行くぞ。払いたまえ、清めたまえ、救急におりす。どうや、今度こそ倒したみたい。やった、いなくなりましたよ。見事でした、ホタルグサ。ありがとう。私、分かってます。自分が弱い鬼だって。とにかく、おそばにいさせてください。何も教えていただかなくても大丈夫ですから。炊事洗濯やります。身の回りのお世話もします。もう逃げるのは嫌なんです。自分に言い訳するのも、誰かの背中に隠れるのも、もっと強くなりたいんです。お願いします。先ほど言おうとしたのですが、私のような未熟者に人に何かを教える資格はありません。ですが、共に修行をするということでしたら、むしろ歓迎したいところです。本当ですか？ええ、ただし、いつ終わるともわからぬ修行、あなたが想像している以上に過酷になると思います。それでもよろしいですか？途中で逃げ出さない覚悟はありますか？はい。いいでしょう。共に精進しましょう、ホタルグさん。やったー。これで一件落着ですね。琥珀たちも安心して定員に帰れませんね。肝心なことを忘れるところでした。そうだったな。そもそも俺たちは白狼たちに聞きたいことがあったんだ。私たちにですか？何のことでしょう。ああ、できる限り教えてほしい。
お前たちが私の式神だった頃の記憶を。ああ、生命様、生命様、どうしたのですか、妖刀姫、そんなに慌てて。私、聞いたことがある、聞いたことがあるよ。草薙の剣の力を宿したかけらがあるって。草薙の剣のかけらですか。うん、宮廷の宝物庫で眠っていた時、私を起こしてくれた人が話してた。それを探せと生命様に伝えろって。ごめんなさい、いろいろあって忘れてて。気にするな。だが、草薙の剣のかけらか。それなら僕も以前の生命様から少しお聞きしたことがあります。そのかけらの行方なら以前生命様も探していらっしゃいました。昔の生命が探していたなら手がかりになると思う。そうだな、数少ない望みだ。探さない手はあるまい。草薙の剣のかけらか。どうやら少しばかり霧が晴れてきたようだな。だが妖刀姫を目覚めさせ、それを教えたのは一体何者なのだ。